調子はどう？まだ生きてる？面白い仕事があってね、あるものを盗み出してほしいの。メイルストロームの入団儀式の記録よ。詳細を確認してみて。チャーターヒルグ、ムーマッドのキャラバンが多数姿を現しました。報道によると NCPD の努力の開幕、一部がシティ内に入り込んだ可能性があるようです。ノーマッド相手には自己防衛の準備を率先して行使しましょう。このような危険な犯罪者から自分の身を守るには威嚇射撃だけでは不十分です。本日最後のニュースです。 N カードの駅で恐ろしい大量殺人が起きました。優しくするから、な、出てこいって。
ワトソン地区にお住まいの方は夕方以降に外出を控え、ご自身の安全を強く推奨されています。また学校や病院は当然閉鎖となります。パシフィカはどうなるのか。かつてセレブ向けの高層住宅地として設計されたこの地区は、ヤクザや中毒者の増殖などが感じます。そんな中、担当者がパシフィカの不動産に興味を示しています。新たなデータセンターや物流拠点の建設を求める企業です。この動きに対し、市は監査者が全面的にパシフィカの犯罪根絶に協力するという条件を求めたが、保有する土地を1円分という低単価段で売却することも厭わないと発表しています。本日最後の話題は、ペットを飼っている方にはご不満かもしれません。犬の飼育税が犬一頭に受け取った。ありがとう。これで終了よ。